バリー・タックウェル・バリー・タックウェルは、オーストラリア出身のホルン奏者。幼い頃からピアノとバイオリンを学んだが、やがてホルンに転じ、シドニー音楽院で、アランマンに支持した。1950年にはイギリスに行き、名ホルン奏者のデニス・ブレインと出会い大きな影響を受けた。ハレ管弦楽団やスコティッシュナショナル管弦楽団のホルン奏者を経て、 1955年から1968年までは、ロンドン公共楽団の主席奏者を務め、その後ホルムのソリスト及び指揮者として活動した。録音は EMI、デッカなどから出ている。1960年代の中頃に、金属アレルギーを発症し、通常の金属製マウスピースでは、唇がかぶれるようになったため、それ以降は、プラスチック製のマウスピースを使用していた。 マイリ・ニッケルシーン、バリー・タックウェル、オーストラリアン・ホームプレイヤーコンダクター、ハズ・ダイド・エイジド88、ABC、2020年1月17日閲覧。スティーブン・ダウンズ、プラスチック・セーブズ・ミュージック・キャリア、ザ・エイジ、エイプリル28、1976、パトリシア・バースチン、ミュージシャンズ・コールド・ザ・クリーンカー。 フロンフレンチホーンザワイルドビーストアンティルバリータックウェルテームドイット。ピープル2020年1月17日閲覧ありがとうございます